刻は3時53分です。アウディ西宮神戸宝塚と永代供養のことなら西宮商店寺がお送りする ABC 交通情報です。交通情報センター杉原久美さん、お願いします。はい、お伝えします。阪神高速の大和川線が事故のため通行止めになっています。阪神高速6号大和川線は大堀方面に向かう東行きの鉄砲と時和の間が事故のため午後2時35分から通行止めです。ご注意ください。この他特に3号神戸線の東行きは魚崎を先頭に16キロ渋滞しています。高速道路の状況です。中国道は吹田に向かう上り線が西宮山口ジャンクションで6キロ、工事のため中国池田付近でも5キロの渋滞。近畿道の南行きは摂津北を先頭に中国道に伸びて6キロ、八尾を先頭に9キロ混んでいます。一般道路の大阪市内の国道163号線は奈良方面に向かう東行きの城東区古市三丁目東交差点付近で車4台の事故のため1キロ半混んでいます。雨が降っているところもあります。慎重な運転をお続けください。以上、道路交通情報でした。浦川さんにお返しします。はい、今日雨も降り出して渋滞長いところが多いようですが、他に目立つところありますか？はい、名神高速も西宮への下り線が大津を先頭に7キロ渋滞しています。長い渋滞ですね。で、事故の情報今日多いようですね。はい、気をつけてください。この後くれぐれも、はい、日暮れも雨が降るとさらに早くなりますからね、安全運転皆さんお願いいたします。はい、杉原さん、どうもありがとうございました。次の交通情報4時50分過ぎです。電気自動車をもっと身近に、もっと自由に、サスティナブルな未来を切り開くアウディのプレミアムコンパクト SUV ニューアウディ Q4 e トロン誕生。車両本体価格税込み599万円から。アウディ西宮神戸宝塚。桂清張です。将来が不安になることありませんか？未来が決まれば今をもっと楽しく生きることができるはず。次の住処をここ西宮春風と呼ばれる場所に。永代供養のことなら西宮商店さんへ。阪神の商店地。アウディ西宮神戸宝塚と永代供養のことなら西宮商店地がお送りした ABC 交通情報でした。